ニャでーす。ってことで、ウルフデイトナー、ロイヤルノーチラスの最強サブ、爆誕したんで紹介していこうと思います。で、今回ですね、紹介するキャラクター、どこで実装されたかというと、電撃文庫コラボでございます。優秀なコラボですね。で、今回ね、ウルフデイトナーと、ロイヤルノーチラス、どっちのサブでもいけますよって感じで紹介していきます。つまり、どういうことかっていうとですね、スキルと覚醒が強いキャラってことです。はい。一応ね、まあ、冬持ってるんで、火力枠にもなるんですけど、今回ですね、ウルフデイトナ、ロイヤルノーチラス、どっちのサブでも使えるキャラとして紹介していきますね。まあ、そもそもウルフデイトナ、ロイヤルノーチラスね、自陣で火力出せますから、火力枠いらないですから、まあ、最悪いてもですね、まあ、冬持ってるキャラ、一体サブにいたらですね、十分かなって感じなので、まあ、かなりウルフデイトナ、ロイヤルノーチラスは火力枠いらないリーダーとして有名ですね。はい。なので、火力枠なしで、スキル覚醒特化として紹介していきます。はい。で、今回ですね、ウルフデイトラのロイヤルノーチラスで、ウルフデイトラの方のね、サブとして編成紹介をやっていこうと思います。もしよかったら参考になったらね、高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。特に高評価だけでもよろしくお願いします。してくれると嬉しいです。はい、では、早速ですね、最強サブに登場していただきましょう。こちらでございます。はい。ヴィルヘルミナ・カルメルでございます。これがね、めちゃくちゃに強いんですよ。まずスキル見てください。2ターンダブル吸収のロック解除3色陣ですね。はい、どっかで見たことある優秀なスキルですよね。はい、そう、パティですね。2ターンダブル吸収とロック解除陣持っております。まあね、見た目もメイドだしね。はい、そしてですね、パティ強みってチーム HP じゃないですか。はい、こちら覚醒見てください。超覚醒にもチーム HP あって、で、覚醒本体の方にもチーム HP 持ってます。チーム HP3 つ持ちなんですよ。いや、もうパティじゃんっていうね。で、しかもスキブ6個4つにもできます。はい。で、さっき言った通りですね。冬もあるんで、冬樹脂2つとかにもできますね。まあ、冬つけるんだったら、これ闇属性、主属性なんで、ロイヤルノーチラスかな。ロイヤルノーチラスのサブで入れるときは、まあ、冬にしてもいいと思いますけど、まあ、ウルトラのサブで入れるときは、スキブかチーム HP かなと思います。はい。で、これがですね、強いんですわ。はい。パティは、まずですね、リアリティが違うんですね。パティのリアリティが7からの8です。はい。まあ、8ですね、つまり。ヴィルヘルミナは7なんで、リアリティ被ってないんですね。なんで、パティ欲しいけど、パティのリアリティ被ってる時とかに、ヴィルヘルミナ使います。そしてですね、パティ持ってない方に関しては、普通にヴィルヘルミナ、スタメン採用ありえますよね。こちら、裏のスキルまで使えますから、パティより優秀な可能性すらあります。サンタンヘイストとかね、普通につけれますから。はい。かなり強いんじゃないかなと思います。はい。いいでしょう、これ。ヴィルヘルミナ・カルメル。これね、強いんですよ。もうパティです。ほとんど。はい。パティ使い分けキャラって感じですね。はい。ではですね、早速、ヴィルヘルミナ・カルメル使った編成紹介やっていこうと思います。見てください。どうぞ。さあ、ってことでやっていきましょう。ヴィルヘルミナ入りのウルフデイトナで、強調でございます。はい、やっていきましょう。まず一回、そう、ウルフデイトナみたい変身からのアレキサンダで遅延をかけて、アイアンマン、カリンドラゴン撃って、マズリッドからのリーダー変身1コンボです。はい。さあ、遅延かけて。あ、ちょうどボイス消えたわ。ヴィルヘルミナボイスです、こちら。はい、カリンドラゴン2ターン変身と、で、はい、さらにこちら、マージョリードーですね。このマージョリードーもですね、電撃文庫コラボキャラクターですね。はい。で、リーダー変身1コンボと。よーし。さあ。でですね、フレンド側も変身していきます。はい、OK ですね。では、殴っていきましょう。四つ消しからの四つ消しと。はい、OK。さあ、殴っていきましょう。火、水、四つ消しあれば十分でございます。はい、突破していきましょう。OK。さあ、ということで、続いてでございます。続いて2回層ですね。2回層ここ覚醒向こう飛んでくるんで、挑戦で返してください。で、無効貫通は出た場合ですね。無効貫通継続あります。マージョリー・ドーのおかげですね。はい。あとね、軽減ループグリゴリ発動させましょう。軽減ループです。はい。で、覚醒向こうは挑戦で回復。無効貫通はもう撃ってあります。ウルトナ撃って殴っていきましょう。さあ、なんか久々だよね、ウルトナ使うの。そんなことないかな。まあ、最近のは最新リーダーを使ってばっかだったんで、久々のウルトラな感じがしますね。はい。結構メンズ組みやすいんじゃない？どうですか？はい。まあ、ヴィルヘルミナを持ってればって話ですけど、頂点とかカリンドラゴンは持ってると思うし、かなりこのウルトラ編成にしては組みやすい方かなっていうふうに思ってます。はい。で、続いて3回層ですね。3回層ここまたまた無効貫通来るんで、ここカリンドラゴンで倒していきましょう。はい。まあ、序盤に結構無効貫通多いんですよ、強調って。なんだけど、今回ですね、無効貫通、裏のアシストスキルで1個対応してるおかげで、サクサク進めます。嬉しいですね。はい。っていうことで、四つ消しで殴っていきましょう。はい、OK です。よーしと。さあさあさあ。では突破していきましょう。はいと。いいよし、突破です。さあ、ってことで、続いて4階層でございます。はい。4階層ですね、ここ、はい、カーバンクルたち。カバンクルだっけこれ。カバンクルの大人バージョン出ますので、
はい、でね、ケツ内してくるんで、ここ挑戦でケツ内回復していきましょう。いや、挑戦ね、溜まるの早いんでね、強いんですよね。はい。さあ、ウルトナ打って、で、挑戦と。はい、ケツ内回復できました。では、四つ消ししていきましょう。四つ消し、四つ消し、四つ消し。はい、突破していきまーす。やっぱ、ウルトナね、四つ消しって言うと、心が安らぐだ。はい。よーし、突破でーす。いい、よし。はい、オッケー。さあ、続いてです。続いては、五階層でございます。五階層ね、超根性持ってるんで、ツーパンしていきましょう。はい。まあ、こいつもなんか見るの久々だな。だから、協調行くのは久々かな、もしかしたら。はい。さあ、懐かしいですね。ウルトナ、打って殴っていきましょう。ウルトーナ。はい。よし。では、四つ消しして殴っていきましょう。四つ消し。はい、四つ消しと。いいですね。殴っていきましょう。水が四つ消しじゃなくなってるわ。まあ、大丈夫です。余裕で削っていけるでしょう。はい、削っていきまーす。よし。はい、OK ですね。さあ。では、攻撃を受けていきましょう。ビルヘルミナカルミルですね。こちら、チーム HP 持ちと、まあ、ちょっと火力持ちと、あとですね、ダブル吸収と6解除持ってます。はい、だいぶ強いですね。はい、はい。まあ、でもね、あんまりダブル吸収枠ってね、使う場面がないんですよね。はい、OK。水と火の四つ消しして殴っていきましょう。光はね、あんま軽くならないで気にする必要ないです。まあ、見ててわかると思いますけど、光はあんまり気にせず組んでますね。はい。まあ、ウルトラの副属性ぐらいしか火力出ないかな。ビルヘルミナは一応火力なくはないですけど、まあ、超重力だとないようなもんですね。はい。ということで、続いてです。続いて6階層、ホムラ出たらコンボ現象を注意して殴っていく。カムイはリダフレデバフ注意して殴っていく。カリンドラゴンね。で、セロは遅延注意してカリンドラゴンを打って殴っていきましょう。はい。ってことで、軽減ループしながらカリンドラゴン貯めて殴っていきましょう。はい。いきます。さあ、グリゴリーで軽減ループ、ウルトラを打っていきましょう。はいと。さあ、では行きます。はい、はい。はい、オッケー。さあ、待ちでございます。はいと。よし、トゲドロップ消しただけですね。まあ、ウルトラね、1コンボで耐久できますから楽でいいですね。はい。さあ、では攻撃を受けてと。よし、カリンドラゴン溜まったんで、カリンドラゴン撃って、ウルトラ撃って殴っていきましょう。はい、カリンドラゴン。はい。よし。で、ウルトラも撃っていきましょう。さあ、行きます。はい、四つ消し。はい。で、火も四つ消し。はい。で、光は、まあ、どうでもいいですね。はい、OK です。さあ、正方形組んでますが、正方形はないはずです。あ、ないよね。はい、ないですね。OK です。さあ、殴って突破していきましょう。OK。さあ、ってことで、続いてでございます。続いて、7階層ですね。7階層、光の方、こちらですね。出た場合は、光 L 字組んで、2パンしてください。闇は一ターン待った後に、ビルヘルミナ、撃って、一ターン待って、で、突破してください。はい。ってことで、ウルトナ撃って、L 字組んでいきましょう。光の L 字です。はい、OK。よし。では、このまま突破していきましょう。はいと。よし、ウルトナを撃ちます。よし。さあ、マイナスまみれになってますが、まあ、どうにか火力出したいですね。はい。光 L 字組んで、四つ消し組んで、あ、殴っていきたいけど無理でしたね。はい。諦めましたね。マイナスドロップまみれだったんで、一旦待ちです。はい。OK です。さあ、では、本当はツボになったんですけど、あ、突破できました。すいませんでした。はい。2点3点して申し訳ございませんでした。倒せました。続いて8階層です。8階層ね、ここ、単発器を注意して、前ギミック、前の階層のギミック、なるべく解除してください。で、ジークフリートはトゲ目覚め注意して、1から3番ですね。で、その他カリンドラゴン撃って倒してください。はい、OK。では殴っていきましょう。はい、四つ消し。四つ消し、四つ消し、四つ消し。はい、OK です。さあ、はい、OK。殴っていきましょう。はい、OK。さあ、トゲドロップもね、しっかり消して殴っていきましょう。トゲ目覚めがちょっとだるいですけど、まあいいでしょう。はい、オッケー。殴っていきましょう。前の階層のギミックはね、幸いにもなかったですね。はい、では続いて9階層でございます。9階層ね、ここ、ゴエモン出た場合はカリンドラゴン撃って突破。ノアは3ターン待ってからカリンドラゴン撃って突破。で、テングはカリンドラゴン撃って突破。アルツはね、これ挑戦。挑戦撃ってください。消せないタイプですね。で、ウルトナ撃って殴っていきましょう。はい。いきます。火四つ消し、水四つ消し、光四つ消し、水四つ消し、死体。はい。なるほどね。はい。さあ、しっかりと組んで殴っていきましょう。はい。よし。さあ、四つ消しで殴っていきまーす。はいはいはい。はいはい。はい。はい。はいと。はい、OK です。さあ、削っていきましょう。余裕で突破です。さあ、ということで続いて10階層でございます。10階層、シャイターン打って、は、シャイターンはですね、ビルヘルミナ、撃って倒していきましょう。ビルヘルミナ出番なくね、全然。はい。あ、グリグリ軽減ループ忘れずにね。で、ジーニャ出た場合は、ビルヘルミナ撃って、カリンドラゴン。で、タナトスですね、こちら出た場合は、あと1でビルヘルミナ撃って、フレンドウルフ、デイトナ撃って殴っていきましょう。はい、ってことで、あと1になったらビルヘルミナね、撃ちましょう。はいと。よし。さあ、初ビルヘルミナですね、これ。初ビルヘルミナ。よし。さあ、
では殴っていきましょう。ウルトナ撃ってね、殴ります。で、ウィルヘルミナね、これね、三色陣で光作ってくれるんですよ。で、ウルトナって、陣このね、ウルトラのスキル打った時に一番欠損しやすいのが、これ、光なんで、光作ってくれるの結構ありがたいですね。はい、絶対に欠損しません。はい。いい水がね、作れないことはないと思いますからね。はい。ということで、殴って突破していきましょう。はいと。よし。OK でーす。突破。さあ、ってことで続いて11階層でございます。11階層ね、ここダメージ吸収、属性吸収ありますが、ビルヘルミナ2ターン継続なんでね、やっぱ強いですよね。なので、このまま突破していきましょう。今回水闇吸収ですね。はい。さあ、ジェウスは挑戦撃っても OK ですね。はい、殴っていきます。ワンパンしてくださいね。はい。あと1ターンしか残ってないんでね。はい、水4つ消し。はい、光4つ消し。火4つ消し。はいはい。よし、いいですね。4つ消し、4つ消し、4つ消しと。はい、OK です。さあ。では、削っていきましょう。よし、落ち込んないです。突破していきます。はい。さあ、ビルヘルミナー2ターン継続ダメージ吸収強いですね。さあ、続いて12階層です。12階層、ここガイノート出た場合は、ビルヘルミナー撃って、カリンドラゴン撃って突破。リンシア挑戦撃って、カリンドラゴン撃って突破。ノルディスワンパン。で、ゼローグはカリンドラゴン撃って突破してください。はい。ってことで、カリンドラゴン撃って、ウルトナ撃って、殴っていきましょう。はい、行きます。火4つ消し、水4つ消し、光4つ消し、水4つ消し、光4つ消しと。はい、オッケーですね。これで殴っていきましょう。よしと。はい、4つ消し、また降ってきたわ。同じとこ降ってきた？はい、これは運命。よし、突破していきます。オッケー。さあ、続いてです。続いて13階層でございます。ドラゴン階層ですね。ここ、千里ドラゴン出た場合は、遅延注意して、カリンドラゴン撃って突破。で、ブラフバードラゴンはですね、カリンドラゴン撃って突破。で、チヘルザードは通過してください。はい。では、まずは、待ちです。遅延されたんでね、待っていきましょう。はい、ルーレットと。よし、攻撃を受けます。さあ、毒と回復の二色陣。はい、ウルトナを撃って、はい、まだカリンドラゴン溜まってないんで、1コンボして待っていきましょう。はい、と。さあ。よし、待ってる時にね、ウルトナ撃ったのは、毒消すためですね。はい、よし。では、ウルトナ撃って、はい、また1コンボしていきましょう。よし。毒はあと2個ですね。よし、1コンボ。さあ、ではですね、カリンドラゴン溜まったんで殴っていきましょう。はい。さあ、また毒作られましたけど、グリゴリで軽減ループで、はい。カリンドラゴン撃って、で、ウルトナ撃ちましょう。よしと、盤面は綺麗になりましたね。さあ、四つ消し組んで殴っていきましょう。はいはい。さあ、光四つ消し。で、水も四つ消し、火も四つ消ししたいですね。はい、OK です。水は四つ消しできませんでしたね。はいはい、殴っていきましょう。はいと。いいよし、削っていきます。はい、突破です。さあ、ということで、ラストボスでございます。はい、まあ、ボス3段階ありますけどね。まず、はい、ボスね、1段階目。こちらは14コンボでワンパンしていきましょう。はい。さあ、ただ14コンボさえ到達できれば倒せますので、よろしくお願いします。はい、ウルトナを撃って、で、殴っていきましょう。はい、4つ消し。はい、4つ消し。で、4つ消しと。はい、4つ消し。さらに4つ消しです。はい、OK ですね。さあ、コンボ数大丈夫でしょう。しっかりと13、14、15、OK ですね。14コンボを超えましたので倒せます。はい、OK。さあ、続いて15階層でございます。はい。15階層ね、ここ無効貫通持ってるんですけど、敵、普通に削れるので、まあ、微削りした後にカリンドラゴン撃って倒してください。はい、ってことで行きましょう。はいと、無効貫通ですと。で、はい。ルーレット。はい、攻撃を受けます。闇花火と。さあ、ウルトナ撃っていきましょう。ウルトーナ。はい。さあ、では殴っていきます。四つ消し。はい。で、水も汲みたいですね。水。はい。いいよし、四つ消しです。全部四つ消しです。で、闇も落とせてますと。OK ですね。これでちょっと削っていきましょう。よし、カリンドラゴンね、溜まるまでにある程度削れてるといいですね。はい、OK です。さあ、指現象、攻撃を受けると。さあ、では、カリンドラゴン撃って、ウルトナ撃って殴っていきましょう。はい、指減ってるんで注意してくださいね。はい、行きます。はい、四つ消し、四つ消し、四つ消し。はい、OK ですね。これで殴っていきましょう。はいはいはい、11、12と。はい、さらに四つ消し。はいはいはい。さあ、削っていきましょう。よし、突破です。さあ、ということで、ラスト最終段階でございます。ラストはですね、カリンドラゴンを撃って、火、水、光の四つ消しの14コンボで 35% 分削れます。で、超根性後ね、HP を80万確保できたら、ウルトナ温存して、で、カリンドラゴン、ウルトナ、両方とも撃って、
リザフルね、両方とも上限解放して倒してください。はい。ってことで、1コンボしていきます。攻撃を受けますと。よし。さあ。ではですね、はい。ウルトナを撃ちます。削っていきましょう。削っていきませんでした。カリントナゴンを貯めていきましょう。はい。よしと。さあ、超根超根ですね。まあ、もし失敗するとしたら、そこだけ注意してください。行きましょう。はい、攻撃を受けて、ルーレット。はい、グレゴリーで軽減ループをしてと。で、カリンドラゴン撃って、はい、ウルトナも撃っていきましょう。さあ、では削っていきます。はいと。よし、行きましょう。はいはい。さあ、光、はい、四つ消し。トゲも消しとくと。はい、いいですね。では削っていきましょう。水が多かったですね。はい。ただこのパーティー結構水火力枠になってるんで大丈夫でいいですね。はい、オッケー、削っていきます。いい感じ。さあ、もうこのまま自力削りでも半分いけそうですかね。はい、ウルトナを撃ちます。はい、今カリドラゴンを待ってもどっちでもいいですね。はい、さあさあさあ、四つ消し。よし。さあ、はい、オッケーです。削っていきましょう。はいはいはい。さあ、トゲを消しながら削ります。HP ちゃんと確保した状態でね、半分狙ってください。はい、っていうことで、B 削り。あとちょっとで半分ですかね。はい。よし。さあ、またウルトナ撃って殴っていきましょう。ウルトナ。はい、いきます。さあ、はい、四つ消し、四つ消し。いい四つ消しと。はい、6解除もしてますね。回復のロック邪魔なんでね。木のロックも。はい、OK、ロック解除と。よし、削っていきましょう。これで半分いけるかな？いけました。はい、いけましたね。OK です。ではですね、ここでダメージを受けます。で、先ほども言った通りですね、ランチとカリンドラゴン撃って、リダフレウルトナ撃って倒したいんですね。なので、HP80 万確保してる状態にしてください。もう今回はですね、溜まっております。はい。よし。なので、まあ、適当に、まあ、とりあえずですね、ウルトナ撃って1コンボして、HP 回復して、でも一応ね、80万超えてるんで、突破は可能です。はい。なので、はい、カリンドラゴンを撃って、ウルトナで終わらせられます。はい。よし。もう絶対大丈夫ですね。さあ、はい。1コンボして、ウルトナを貯めて、攻撃を受けていきましょう。はい。よし。スタート。では、カリンドラゴンを撃って、で、ウルトナ撃って殴っていきましょう。はい。よし。いきます。ウルトナです。はい。さあ。で、殴っていきましょう。ダブル上限解放してるんで、大丈夫です。はい。オッケーに殴っていきましょう。よし。四つ消し3つあれば、十分ですね。はい。あとは、カンストしてるウルトナ、上限解放してるウルトナが倒してくれます。ってことで以上です。よかったら、面白かったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ウルトナにショーテル、挑戦にマージョリード、ビルヘルミナにアイアンマン、グリゴリーにアレキサンダー、カリンドラゴンにトヨトミ、ウルトナにショーテルです。継承全部スキルベ1で OK で、HP プラプラが4つ必要です。必要 HP は195万、必要スキル29でバッチ HP です。リダフレ逆は OK ですね。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が8個、クモと角色泥鏡と光属性追加が必要です。ショーテル、こちら、ウェイとドラゴンキラーと回復キラーが役割ですね。火力注意して火力盛りで OK で、クレイモアとかファクト、丸株がおすすめです。続いて、マージョリードですね。こちら、バインドスキブ、三単ヘイスト、無効貫通が役割です。バインドスキブに注意して、威嚇やヘイストで OK で、10連とかミリア、嫁ゼラ、グルート、ラマモア、エリカ、クリスマスタマドラ、嫁ブリギットとかで OK です。続いて、アイアンマンです。こちら、スキブとチーム HP とクモと2ターンヘイストとリダフレエンハンスが役割です。スキブ HP、クモ、軽く注意して、ヘイストで OK で、メビウスとか、ドフラミンゴ、ボンド、マーメイド、緑オーディン、徳川和也がおすすめです。続いて、アレキサンダーです。こちら、スキブとチーム HP と角色泥鏡と威嚇が役割ですね。スキブ HP、弱化ドロップ注意して、威嚇で OK で、高一とかエノーラ、ハロウィンマドゥ、メノア系、カイバ、キルバーン、正月ルティナ、ユキネ、トウカ、リョーマとかで OK です。続いて、トヨトミです。こちら、チーム HP と 7C と光属性追加が役割ですね。HP 火力注意して、火力盛りで OK で、ヒカリンとかジオ、マルシス、クリスマスファスカ、クレハ、ジョルノ・ジョバーナ、アークラインとかで OK です。続いて本体代用のための役割です。カッコの中レア度ですね。まず挑戦。こちらスキブ4で暗闇で L 字でレア度6で指延長と消せない覚醒無効回復が役割です。スキブ暗闇 L 字注意して覚醒無効回復で OK で、消せないはね、ウェイでも OK です。で、ガンコラパール、レイランバード、フランキー、ジョイラ、コンラート、スクイー、吉田、イチカズミ、ラストオーダー、クリスマスグレモリーとかで OK です。
続いて、ヴィルヘルミナです。こちら、スキブ4で、チーム HP で、レア度7で、ダブル吸収が役割ですね。スキブ HP 注意して、ダブル吸収で OK で、ズゴックとか、ナミ、ブチャラティ、エリカ、ヘカテ、パティ、雪村、リュウメイ、グレオン、ハミジョウ、トーマ、ビルガメッシュクルとかで OK です。続いて、強力グリゴリです。こちら、スキブ4でお邪魔で帯で、レア度8で軽減ループが役割ですね。スキブお邪魔、帯注意して、軽減ループで OK で、トリッシュとか、ギデオンジュラ、アレンド、マトゥル、チュー、スオー、レオナ、ラビリル、ニューガンダム、ハロウィンチャコルとかで OK です。続いて、カリンドラゴンです。こちらスキブ4で火力枠でレア度9と2ターンヒーストとロック解除生成と無効貫通が役割です。これ交換時からですね。スキブ火力ロック注意して無効貫通で OK で、アメノムラクモ、ジン、ステイル、ドーナ、レオンハルト、ポルナレフ、ロイド&フィオナ、キヨ、リョーマとかで OK です。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。